世界貿易センター爆破事件。世界貿易センター爆破事件。世界貿易センター爆破事件。事件。ワールド・トレードセンター・ボミングは、1993年2月26日、ニューヨークの世界貿易センタービル、WTC の地下駐車場で爆弾爆発した事件である。犯行は、イスラム原理主義テロ組織アルカーアイダ、ウサーマ・ビン・ラービンと、イスラム集団。 オマル・アブドン・ラフマーンが関与したとされている。1991年の湾岸戦争において、クウェートに侵攻したイラク軍をアメリカを中心とする多国籍軍が撤退させた。アメリカ軍はメッカ・マディーナのあるサウジアラビアに駐留し、イスラム原理主義の撃破を刺激した。事件の起きた百九十三年には、前月の一月にバージニア州ラングレーにある中央情報局、 CIA 本部の正門前でパキスタン人のミル・アイマルカ氏、偽名でアメリカに入国した際の名前はミル・アイマ監視が路上の車内から AK-47 型のライフルを乱射 CIA 職員2名が殺される事件が発生していた歌詞は1997年に連邦捜査局によっておびき寄せられたパキスタンのパンジャーブ州で身柄拘束で アメリカで第一級殺人の罪で2002年に虐殺刑に処せられた。アメリカとイスラム過激派との対立は拡大を続け2001年にはアメリカ同時多発テロ事件が起きることになる。1992年、ラムジ・ユセフはイラク国籍の偽造パスポートでアメリカに入国した。警察はユセフと一緒に来たアブー・バンラの 手荷物の中に爆弾を作る手引き書を発見した。その小冊子の中にも書かれていたアブーバルラという名前はムハンマド・ジャマール・ハリーファの偽名であった。アブーバルラは偽造パスポートの使用と爆弾製造マニュアルを持っていくこともあり、その場で逮捕された。ユセフは移民企画局 INS2003 年3月1日付で廃止の収容施設がその当時満員だったため、 一ヶ月後に再び出頭するように命じられた。ユセフはニュージャージー州に住居を持ち、ニューヨークやニュージャージーを旅していた。その後、刑務所の電話を使ってイスラム過激派の礼拝同士、オマル・アブドン・ラフマーンと会話している。ユセフはアブーバルッダから爆弾のマニュアルを再び入手した。彼は共犯者の手を借り、化学物質を混合して、 爆弾を作り始めた。その後、交通事故にい入院していたが、警察に押収されていた車からマニュアルを取り戻している。エルサイードのサイルは、アブドン・ラフマーンの一味であり、後に爆破事件に関係したとして、有罪を宣告されたが、1991年に起きたアメリカ系ユダヤ人のラビで、極右政党、カハの党首、メイヤー・カハネの殺害に関わったとして逮捕された。 同じく爆破事件で有罪を宣告されたマフムード・アブー・ハリマはバディ・フエルイコールハッチにカハネの狙撃に割れたライフル銃を調達するように指示した。ノサイルは殺人については無罪になったが銃を用意したとして有罪になった。彼の住んでいたアパートにはテロ計画に関係する爆弾作成のマニュールや文書が多く見つかったが、その時はアラビア語から英語に翻訳されることはなかった。 ユセフは盗んだのか借りたのかはわからないが爆破に使う車としてバンを入手した。バンには8メートルの空間があり、1000キログラムの爆発物を積むことができたが、ユースフには資金がなくそれほどの爆弾は製造されなかった。もしもっと多くの資金があったなら、さらに多くの爆弾が製造され、トラックに積まれていた可能性がある。ユセフは尿素の岩薬。 ニトログリセリン、硫酸、アジカ、アルミニウム、アジカマグネシウム、密閉された水素を使って6 0 0ラムの混合爆弾を作った。さらにシアン化、生産ナトリウムを加えて、爆発時にその蒸気が換気ダクトやエレベーターを通じて広がることを意図した。その費用は300ドルほどであった。爆薬にはすべて被覆された6メートルの導火線が付けられた。 火火線に火をつけてから爆発まで12分の猶予が、あると計算されていた。爆発による影響を大きくするために爆発の煙がビルからの脱出を妨げ中の人々に毒ガスを吸わせることだけでなくさらに爆発によってタワーアイがタワーイーに倒れ込んで崩壊させることも起都しいた1993年2月26日 爆弾を積んだ車はテロリストによってタワーアイの地下駐車場を2階に置かれた。導火線は点火され、1秒に1センチメートルの割合で進んだ。午後12時17分、爆弾は地下駐車場で爆発した。コンクリートの壁を突き破って4階層に渡り幅30メートルの穴が開いた。おそらく 1GPA 以上の圧力が生じ。 爆発速度は 4.5km 毎秒だったと考えられている。ユセフが仕込んだシアンカ、生産ガスは爆発の中で燃え尽きてしまったが、爆発により6人が殺害され、少なくとも1040人が負傷した。タワーの強度が爆弾の破壊力を上回っていたためにタワーの倒壊は起きなかった。爆発により貿易センターの電気系統や、 電話回線もすべて寸断された。その煙は両方のタワーの九十三階にまで上昇して四つある吹き抜け階段に充満し緊急時に点灯した照明を覆った。ユースフは数時間後にパキスタンに向けて逃亡した。死傷者の数は比較的少なかったが、この事件はアメリカに大きな衝撃を与えた。FBI が捜査を開始したが、 ユセフの友人は、捜査を遅らせるために、バンは盗まれたものだと FBI に伝えた。6人の犠牲者を悼む見陰石の記念碑が、2つのタワーの中間、ちょうど爆発のあった真上に建てられた。しかし、この追悼碑は、2001年9月11日、テロ攻撃を受けた、世界貿易センタービルの崩壊にりなくなってしまった。年月日、 事件に関与した容疑者の一人、ムハンマド・サラー・マーの逮捕を当局は発表した。正確にその一年後、4人のテロリストが有罪の判決を受けた。当局は、ユセフの住んでいたアパートから爆弾の材料やムハンマド・ジャマール・ハリーファ名義のキャッシュカードを発見した。ハリーファは1994年12月24日の犯罪に関係したとして逮捕され、 1995年5月5日当局によってヨルダンに国外追放された。ハリーファはヨルダンの裁判で無罪とされ、現在はサウジアラビアで生活している。1995年、オマル・アブドゥル・ラフマーンと他9名は国連本部などニューヨークの5カ所を同時爆破するニューヨークランドマーク同時爆破計画で有罪判決を受けた。1998年、 計画の首謀者とされたラムジ・ユセフは爆破を煽動し首謀したとして有罪判決を受けた。イヤード・イスマー・イールの裁判はユセフの裁判と並行して行われた。1997年と1998年の事件に関与したとして6人のムスリムに最大で240年の禁錮刑が言い渡された。裁判の過程で FBI は この爆破計画に関与していたエジプト人のイマード・サーリムという情報提供者がいたことが明らかにした。サーリムは自分をこの計画の発案者だとして早くても1992年の2月6日にはこの計画を FBI に知らせたと主張した。彼により FBI は数百人にいる容疑者の中から犯人を迅速に割り出すことが出たとされている。サリムは 最初の計画は無害な粉を爆弾に見せかけるものであったと主張した。彼は自分の主張を実証する何百時間もの FBI の担当官との会話を秘密裏に記録され、それは後に問題となった。サーリムは爆破は予見できたにもかかわらず、FBI はそれを防ぐことに失敗したのだと言いたかったが、FBI によってそれは思い止めさせられたと言っている。 FBI はサーリムの説明を明確には否定していない。他にもう一人関与者として挙げられているのがニダー・ル・アイ・ヤードである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。